悟空は戦いの中で人造病を発症してしまう。その中、スーパーサイエンジンとなったベジータが人造人間19号を倒すと、人造人間20号は逃亡を図るのであった。さあ、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。はい、ということで、トゥントゥル3兄弟からスタートしていくわけでございますけども、前回ね、人造人間が、未来のトランクスが教えてもらった時刻に、南西のね、なんだっけ、パパイヤタウンだったかな？そのところに行ったら、人造人間が現れたんですけども、なんかトランクスが知ってる人造人間とはまた違った人造人間が現れたみたいで、やっぱトランクスが教えたことによって未来がちょっと、こっちの、ね、未来が、改変されたのかなみたいな感じでございます。はい。本当に人造人間とそれでも19号、20号で強くて、ピッコロっていうか、天津飯とかクリリンとかじゃ相手にできないレベル。特に20号に関しては、ピッコロ戦った時にものすんごく強かった。だって、背中で抱きついて吸収してくんだもん。それでも何回やられたかって話を。はい、ということで、今回ね、タウンマップから、なんたらうんたらかんたらっていうところを選んでいかないといけないというわけで、北の山脈エリアが解放されました。これか。ダーリンジ氷湖でいいのかな？はい、ということで、これやっていきたいと思います。ここ初めてですね。こんな遠いとこまで行ったの。ははは。とんでもねえじいさんだ。さあ、初めて17号、18号、そして16号。もうネタバレがひどいわ。17号と18号だけじゃねえっていうところを。ザクがいるようで、これ突進す数れば。少ない北の山中に研究所を作るとは、ドクターゲロというのは、よほど人が嫌いのようだな。あまり評判のいい科学者ではなかったそうだな。わからん話ではない。17号と18号か。もうベジータが先に見つけていないだろうな。ザコがいるようだな。ちなみに、ザコがいるようだなとかいう、どうしてもうだか俺がな。話そうとしてんのに。あまりいいやつじゃなかったんだろうな、ドクターゲロは。そう、このザコがいるようだなっていう反応するときに、敵にこう、ブースティングすると、ちょっとお前らタイミング合わせろ。これ。勝手に消えるっていう。これで大分稼ぎしてたからな、前回。さすがに寒いよな。上着が欲しいぜ。我慢しろ。俺だって寒いんだ。そう、トゥントゥルテンだからな。この近くだ。ほら、見ろ。奥さんに。トゥントゥル三兄弟。なんだ。出ちゃったかな、これもしかして。海の親であるこのわしを。よく言うぜ。勝手に改造した分際で。もう一度言う。ここに迫っている孫悟空の仲間たちを倒せ。命令だ。命令だってさ、17号。俺たちは俺たちのやりたいように動く。貴様なんぞの命令に従ってたまるか、クソジジイ。まただ。17号と18号出てきたな。なんでそうやってこう自分にはこう、歯向かわないように設定しなかったんだろう。そうすると、やっぱ強さ軽減みたいになっちゃうのかな。殺戮マシンだからさ。少しでも情とか出してしまうと、弱っちまうと思って、そういうなんかプログラミングしなかったんかな。それで倒されてんだからな。何が起こっているんだ。20号。行くぞ。いや、行かない方がいいと思うけど、でも行かないといけないか。あ、来た。これですっきりしたな。正直、こんなところであったっけみたいな記憶だけど。ねえ、あれ何？よう。お前の動くところは初めて見るよ。ナンバーは？16号。16号か。なるほど。俺たちより前のタイプか。つっても、ちょっと前のタイプよね。だからこれ、ガタイがいいのかな。ガタイが大きすぎるのか。16号だと？16号なんて、俺は知らないぞ。あいつらが。ドクターゲロの言っていた
人造人間か。トランクス、お前が言っていた人造人間はあいつらで間違いないか。はい。ですが、あのでかい16号は知らない。寡黙なる資格。何？少なくとも俺の時代にはいなかった。あんなやつ。どうなってるんだ。どうなっていようと関係ない。俺にやられる人造人間が増えただけだ。なんかスーパーヒーローの映画でドクターゲルの息子をなんだっけ、ドクターなんたらゲボじゃないよな、なんかゲロでゲボでってみたいな、お父さんにそっくりなんだよね。息子か、ゲロの息子にそっくりなんだよね、この16号って。孫がね、スーパーヒーローで出てくるからとか言っちゃって、そういえばドクターゲロはてんてんてんとか言って、あいつなら死んだ今さっきな。えさあ行こう。行くってどこに？ドクターゲロの言いなりになるのも尺だが、俺たち人造人間もとりあえず目標が欲しいからな。まずは孫悟空を殺しに行く。16号、お前ももともと孫悟空を殺すために作られたんだろ？そうだ。よし、なら決まりだ。あいつらどこへ？ちなみに天津飯と16号は声優さんが一緒です。まあ天津飯がね、もともと違うわけなんだけど、16号も違うのか、16号がもともとそうなのか、その辺はちょっと覚えてないけど、パイクーハンも一緒だよな。まさか悟空地に行くつもりじゃ。パイクーハンとか出てくるかわかんねえけど。だってドクターゲロの目的は悟空をやっつけることだろ。そんなことはどうでもいい。この俺を、このベジータ様を無視しやがって。消えちまったな。ベジータの必殺技ビッグバンアタックが使用可能になりました。おお。とりあえずなんかこう装備できるものがあれば、装備できるっていうか解放できるものがあればっていう感じよね。これでもさ、ベジータの特訓した方がええよな。悟空ばっかでベジータ特訓しようぜ。特訓して超ギャリック砲かなんか極めないと。これ切れてる場合じゃねえよベジータ。そんなことで修行せんと話になんねえぞ。ここだね。前はどうにもなんなかったけど、今スーパーサイジーのベジータだからなんとかなりそうな気もすんだけど、超やってこうかっていうか、前回もなんかナッパとラリッツにボコボコにされたような気がするんだけどさ。まあでもやれないことないっしょ。いくぞ。さあなんとかなったわ。でもね、結構強いんだよね。推奨レベル35なんで、こっちが5レベル上だけど、5レベル上だしスーパーサイジになってるから全然勝てるけど、てか勝てるうちにやっとかんとね、これね。さあということで、超連続エネルギー弾も習得していきましょう。まあ冷静に戦えば楽勝でしたね。さあマッシブストライク、マッシブみたいな。さあ体力やばくなりながらも完了と。こりゃあね、ご飯食いに行って、ご飯というか食べないとやべえなっていう感じすんだけど、料理できる場所はないな。これどうしよう。違うとこ行ってやんないといけないか。ま、料理できる場所あるな。これ使おうか。使わせてもらおうぜ。見事なもんだろう。この湖、流氷の上を歩けるんだよ。すごいよな。ああ。すんげえね。このままの体力で向かってたら絶対死ぬ。なんでベジータだけなんやんねんって思っちゃうところなんだが、
まあでもね、俺的にはね、もうね、防御力に振った方がいいと思うよね。うん、強いと思うから。カマトロでいっか。カマトロにしとくわ。目がちょっと怖いな。まあ、気候防御力 3%。パーティーの体力と全、気力が全回復しました。よし。これで赤だった頃の俺はいなくなってる。はぁ。たぁ。さあ行くぞ。貢献してくれたなぁという前に、技のあれがね、取得できるようになったと思うから、まあ、強化できるようになってるな。で、コンボのこれもやっといた方がいいっしょ。コンボレベルアップ。これ多分なんか重要な気がする。でももうオーブ、やべえ、オーブがもう、でも必要オーブがもうアホみたいにいるからこれ。オーブいくらあっても足りねえな、みたいなとこあるな。いや、そんなことないのか。このなんか虹色のやつがないのか。虹色のやつってのがなんか風に乗ってさ、オーブ取るとこあるじゃんか。あそことかにたまにあるんだよな。どこにいんの？あ、ここで。ハイウェイだ。先行のハイウェイ。よう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。なんでこれ普通にこうやって歩いていこうと思ったんだろう。飛んでいけば早いだろうに。貴様ら、これからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ。殺しにね。やはりそうか。だが行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。半端な奴ほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。どいつからだ。ガキか、女か、デクノボーか、それとも三匹まとめて片付けてほしいか。そうだ16号、あんたの力が見てみたいし、やってみてよ。断る。俺の相手は孫悟空のみだ。それにプログラムされてんの。もう打倒デッドリボング、だって打倒デッドリボングじゃ、打倒孫悟空やばいな。レッドリボン軍の信念っていうか。つまんないわね。じゃあいいわ、私がやる。なんかまだこの18号若いな。若いっつっても今ね、見てるね、ヒーローズとかの18号もなんか、それに時代に合わせてメイクしてるらしいけどね。大丈夫ですか、ベジータさん。もう来やがったか。鬱陶しい奴らだ。これからベジータは18号と戦うんだ。邪魔はさせんぞ。なんだと。とはいえ、見てるだけってのもつまらないか。仕方ない。お前たちの相手は俺がしてやろう。ってわけだからさ、こっちは1対1で思い切りやろうよ。言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。ちなみに女性キャラで敵ってのは初めてだよね。女じゃないか。強くね。強くねってか。全然本気の一撃じゃなかったね。はい。おい、何たまにこれ後ろに向いてやんのに、こいつら遠慮なく。あかん。倒さないといけないね、これ。あかんあかん、キー貯めとこう。で、ギャリック砲設定すんの忘れとる。せっかく覚えたのに。スーパーギャリック砲の力を俺見たかったんだけどな。18号と17号って多分吸収するあれってないよね。わかんないけど。ついてんのかな。はぁ、あ。なんでこうなんの？なんで正面くんの俺。マジで。意味わからん。後ろに俺、陣取ったつもりなんだけど。ここまでやるとはね。孫悟空って男はもっと強いわけ。俺の方が上だ。なんだ、大したことないんだね。どっちも。めちゃくちゃ斜めら、ちょ、あかん、あかん、強い。それ何？それやばいやばい、ガードやばい。あ、途中でやめてください。これ逃げた方がいいな。
いや、それすげえ避けられやすいんだけど、ありがてえ。3巻に分けてってことか。サドゥスティック18みたいな、なんか技。なんだそれ。わー、これなんか、25もやってきたな、この、ピンクの玉。サディスティックなんたらかんたら。しょ、回復せんだけマシか、でも。いや、これは避けられる、これは避けられる。避けられる速度。避けられる速度だからこうやって逃げる。3回やね。オッケー。で、今から攻撃。スーパーアーマーでもついてんのかってくらい勝てんだけど、こいつ。18号。しかも、技の通りすんげえ悪いし。もう一回やってきそうだな。これ3連チャンやってくる技はなんかカットインが入ってからやもんね。ちゅ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 。なに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 。あかんかん。あかんあかん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 。あかん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 。全回復したばっかだって俺。センズがここからいる理由が分かったな。センズ取りに行かねえとあかんじゃんこれ。今から殴れる。いや逃げよう。ギャリック砲は当たんねえんだよな。よし、あかん。こっち向いてもあかんねんなこの技な。よいしょ、いけ。もう全力で。もう無理やりいったわ。46万。オッケー。いや、ほんとさ、人造人間って、なんで地球人が作っただけの、何人たちやのに、なんでこんな強えんだみたいな。思っても見なかったよ。あんたがここまで戦えるなんてさ。頭に来るぜ。ケロッとしてやがる。でも、もう限界みたいだね。そろそろ終わらせようかな。すんよすんぎ。クリリン。心配するな。ドイツもまだ生きている。早くセンズってやつを食わせてやるんだな。意外に優しいな。さて行くとしようか。ねえ、あいつらに孫悟空の居場所を聞かなくていいのか。心配ない。自分たちでじっくり探すところが面白いんじゃないか。ふーん、あんたってガキっぽいよ、17号。そうか？別にどうでもいいけど、後で町に寄ってよ。さっきので汚れちまったから、新しい服が欲しいんだよ。ま、いいだろう。待って、待ってくれ。なんだ、何か用か？お前たちの目的は一体何なんだ。とりあえずは孫悟空を倒すことだ。なぜだ。なぜ悟空を狙う。こいつはただのゲームなんだ。孫悟空はこの世で一番強いんだろ、人間では。そんなことはやめてくれって言っても無駄か。クリリンもでもあれだな、3人相手によくここまで言えるね。殺されるかもしんないのに。無駄だ。俺たちは孫悟空を殺すために作られた。だそうだ。そんなことより早く倒れている連中に先祖を食わせてやった方がいいぞ。死んでしまう。じゃあね。こっから始まるんだよクリリンは。バイ。クリリンの暴走がな。みんなを助けなきゃ。なんかクリリンだけいい思いしてるみたいなね。心臓バクバクだっただろうけど。センズのことを知っていて見逃したとは、
たちなぞ殺すまでもないということか。よせ、思うんじゃない。放っておくんだ。やつはスーパーサイヤ人になり、絶対の自信とプライドを取り戻した。それがあそこまでやられてはショックが大きいだろう。いやもう自信過剰すぎるって。これほんと17号の言った通りなんよ。フリーザさえやっつけたこのトランクスですら手も足も出せなかったか。はっきり言うぞ、孫がいくら強いと言っても絶対に勝てっこない。とにかくお前たちはまず孫悟空の家に行って、やつをどこか別の場所に移すんだ。あれこれ考えるのはどちらにせよ孫悟空の病気が治ってからだ。そうだな。で、ピッコロはどうするつもりなんだ。さあな。どうしたんだピッコロのやつ。あっちの方角は、そうか、やっぱりあいつ最後のとっておきの手段を使うつもりなんだ。なんだその最後の手段というのは。どうかかな。あっちの方角に何があるかわかるか。あっち、さあな、思い当たらんが、何があるというんだ。神様んちだ。神様の、どういうことだ。俺はナメック星で最長老さんに聞かされたんだ。神様とピッコロは二人にさえ別れなければサイヤ人にだって負けはしないって。つまりピッコロは神様と元通り一人にナメック星人の戦士に戻りに行ったんだと思う。では神様はいなくなってドラゴンボールもなくなってしまうんじゃないのか。ああ、だけどピッコロか神様が殺されてしまえばどっちにしてもなくなっちまうんだ。それだけあいつが追い詰められるほどとんでもない敵だって感じたんだろう。いえ、ベジータさんはどうするつもりなんでしょうか。もう隠す必要なんかないぜ。お前がブルマさんの抱いてた赤ん坊の成長した姿だってのはもうみんな分かってんだ。知らないのは父親のベジータだけさ。いやー、まあでも気づいてたけどな。え、そうでしたか。すいません。別に謝ることないだろう。俺は一旦チャオズのところへ戻る。再び雲行きが怪しくなったら駆けつける。わかった。俺たちは悟空を連れて無天老師様のところへ行くよ。孫に伝えておいてくれ。無理するなと。ああ。経験値29万。お、トランクス操作だ。やべえ。本当だよな。今度ばっかり。人造人間はあそこまで桁違いのパワーじゃなかった。やっぱり時代そのものが変わっているのか。なるほど、最初あんなに強くなかったと。あいつらも吸収して力を得るタイプなんかな。なんか19号と20号はなんか手になんかまん丸ついてて、それで気候をさ吸収してたけど、あの二人はそんな感じじゃなさそうだもんな。トランクス強化すごいね、これ。トランクスでもこの時代だけじゃないの。この時代ではこの辺だけじゃないの、使うとしても。まあでも覚えられるんだったら覚えさせとくか。すんごい一からフィニッシュバスター。スーパーサイヤ人。ああ、修行せんとあかんのか。トランクスも。で、ワールド？未来のことを聞かせてくれよ。あまり話したくないなら別にいいけど。そうですね。あまり楽しい話ではありませんから、やめておいた方がいいと思います。まあサブクエこなしてこうか。こんな途中に、うお、ハッちゃんだ。人造人間編でハッちゃんやれるって。弱そうな敵だ。どうして分かってくれない。うるせえ、恐竜の牙を売って何が悪いってんだ、邪魔すんじゃねえ。お金のため恐竜を殺す、よくない。そんなの知ったこっちゃねえよ。今、この辺りの恐竜とても減ってる。お前たちが勝手に殺しすぎたせい。何？あ、それがどうしちゃってんだよ。もちろん恐竜と戦うこともある。それは生きるため、仕方がない。
でもお金のために殺す、それはダメ。ただの人間のわがまま。ふん、そんなの知ったことか。つうか、ここでギャーギャーわめいても遅いんだよ。その通りだ、なんせ俺たちのハンターロボが、ここいらの恐竜を全部狩りに行っちまってっからな。やっは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 。そんな、それとても困る。密猟者か、なんてひどいことを。密猟者たちを説得してるハッちゃん。ハッちゃんに代わって密猟者が放ったハンターロボを倒そう。了解。新しいつながり。安心してください。そのハンターロボは俺が倒してきます。このハッちゃんもですね、人造人間8号ということで、だから18号17号の先輩っすね。え、あなたは。それでは自己紹介は後です。待っていてください。おかーん、なんだ、なんなんだあいつ。どうやら複数体いるようだな。ああ、確かに。さあ、やっつけようか。3型と1型か？あと、アシスト系か。トランクス使うのは、フリーザーの時以来っすよね。だから、バーニングアタックあんねん。バーニングアタックあんねんな、これな。痛い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 。痛い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 。バーニングアタックさせて、後で。この技かっこいいわ。バーニングアタック。ギャリック砲とか魔閃光とかカメハメハみたいにこう長い系じゃなくて一発弾だからすごい使いやすいのかもしれないな、これ。隙がないっていうか、撃った後に隙がないのいいよね。まあ、結構硬直時間あるみたいだからあんまり変わんないかもしれないけど。バーニングアタック消えろ。アシストロボが仲間を強化した。あのね、リカバリーロボみたいなやつは本当に大変だからね。めっちゃ回復してくるから本当は優先的に、あ、こいつアシストロボか、こいつ本当に優先的に倒した方がいいんだけど。バーニングアタック、体力がやばい、攻撃力アップ、アシストロボ同士でちょっとやり合ってんのいいな。涙が出るわ。え、あとこいつだけか。よしよしよし、二人で行こう。ピッコロじゃねえわ。ナイス。待って、クリリンの攻撃が1しか効いてない、やばくね。さあやっていこうか。てか体力やばいんだけど、どうしよう。アイテムあるっけ。アイテムないわ。このままの戦いでやらないといけないか。ビッグバン、じゃあバーニングアタックが結構食らうから、これバーニングアタック戦法で行こうか。バーニングアタックを放ってくる。もうこれが卑怯とかとかそういう話じゃないからね、もうね、卑怯くないからこれは。めっちゃ効くんだもん、このバーニングアタックが。ほれ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 、すごい効く。今攻撃してこようとしてるけど、効いためて、こいつバーニングアタック、一発でかいよな、バーニングアタックって。本当にちょ、攻撃しながら様子見でバーニングアタック。クリリンはね、もうね、あの1しか食らわせてくれないから、もう当てにはしてないのよ。もうで、多分レベル差があるからかもしんないけど。クリリンのレベルが30だからさ。オッケーオッケー、バーニングアタックが強いおかげで、なんとかなりそう。危ねえ。先頭もらいに行かないと。さあ、ハッちゃんに話しましょう。お待たせしました。ハンターロボは全て破壊してきましたよ。嘘つけ、そんなことあってたまるか。あのロボはな、一体50万ゼニーもした特別製だぞ。けどよ、本当にロボの反応が消えてるぜ。データに一機も残ってねえ。な。さあ、どうする。確かめに戻ってもいいぞ。ちちくしょう、お前のせいで、マルゾンだ、バカ野郎。あ、待ってくれ。よかった、恐竜たちもこれで安心。ありがとう、本当に助かった。いえ、そんな、俺は大したことはやってませんよ。この星、みんなのもの、人間だけ幸せになる、それは違うと思う。そうですね。なるほど。そういえば、まだ治ってなかった。俺、ハッちゃんという。あ、ハッちゃんさんですか。あ、俺はトランクスと言います。俺の名前珍しいだろう。でも、この名前大好き。
俺の名前、友達の孫悟空がつけてくれた。孫悟空もとっても強かった。孫悟空、もしかしてハッチャンさんは悟空さんのお知り合いなんですか？え、トランクスも孫悟空知ってるのか？はい、とても。そうか、孫悟空、今でも俺の大事な友達。お前も孫悟空と友達なら、俺とトランクスも友達ということ。ああ、そうですね。なんだろう、この人はとても不思議な感覚を持つ人だ。友達増えて俺とても嬉しい。これも孫悟空のおかげ。はははは。はっちゃんともやり合ったからな。大昔に。俺、トランクスのことも忘れない大切な友達。ありがとうございます。俺もハッチャンさんのことを忘れません。俺、嬉しい。絶対絶対また会おう。はい。やっぱり俺ももっと強くならなきゃ。温かい人たちの未来を人造人間たちから守るために。よし。人造人間20号の手により、人造人間17号、18号、そして16号が目覚めてしまう。その力は強大で、ベジータは人造人間18号に挑むも敗北してしまうのだった。ということで、カリン島に来て、カリン様からね、先祖もらいましょう。5個、これデカすぎ。デカすぎ、ワロタ。これね、ハマってるはずだよね。パレット登録、あ、先祖入れとこうか。元気の M を一応入れとこうか。1個しかないけど。よし、センズがあれば、5個もあれば十分でしょう。全回復すんだから、これ。強すぎ、ワロタ。あれだ、あそこが悟空の家だ。さあ、来たぞ。どういうことだ。この距離やったら歩いていけ。お邪魔しまーす。こんにちは。あんで、誰か来たと思ったらクリリンさんけ。ほら、てっきりご飯ちゃんかと思っただよ。そりゃ、ご飯ってどうしたんだっけ。トランクス、この人は悟空の奥さんの父さんだ。あんで、おめえは誰だ。初めて見る顔だべ。どうも。はじめまして。クリリン、無事だったか。よかった、心配したぞ。あ、ヤムチャさん。悟空はあれからどうなりました。大丈夫だ。薬を飲んで今眠っている。お前は未来から来た。そうか、お前が人造人間を倒してくれたんだな。いえ。詳しいことは後で話すけど、急いで無天老師様のところへ移動しないといけないんです。どういうことだ。新手のもっと恐ろしい3人の人造人間がそのうちここへやってくるんです。そりゃ大変だ。父さんもね、驚いてら。よし、大体詰め込んだぞ。あとはご飯が戻ってくれば。帰ってきただ。あれ、どうしてみんなが。何かあったんですか。話すから、とにかく飛行機に乗ってくれ。ところでさ、孫悟空がどこにいるか少しのヒントもないわけ。ずっと歩いてたんかな。前にも言ったろ、それをじっくり探すところが面白いんだと。にしてもさ、ちょっと無計画すぎだよね。16号、あんたはなんか知らないの。東の439地区の山村に孫悟空の家がある。なんだ、知ってんじゃん。物知りだな。ドクターゲロから聞いていたのか。そうだ、飛んでいけばほんの数分で着く。だよね、あんたいいこと言うよ。それをわざわざ地上を移動するなんて無駄だって。そう愚痴るなよ、その無駄が楽しいんじゃないか。17号、あんたってほんとガキだね。バレてーだっていうね。これ17号のおかげで助かってるまであるな。567、もうすぐ無天老師様の島に着く。
なあクリリン。はい。一応ブルマにも状況を伝えておいた方がいいんじゃないか。そうっすね。でも俺が連絡するんすか。やだな。お前のおっかさんきついんだよな、言うことが。未来でも変わってませんよ。あ、ブルマさん、クリリンっすけど。クリリン、何を無事だったわけ？そこに未来の私の息子のトランクスいない？え、あ、はい、ちょうどいますが、どうかしたんですか？それがさ、何日か前に西の方の田舎の人からうちの会社に問い合わせがあったらしいのよ。山に不思議な乗り物が捨ててあったみたいで、ボディにはカプセルコーポレーションって書いてあるって。それで写真撮って送ってもらったんだけど、うちがこれまで作ったどの商品にも当てはまらなくてさ。それでもしかしたらトランクスが何か知ってるんじゃないかって思ってね。苔とかついててえらく古い乗り物なんだけど、写真をファックスで送るからちょっと見てくれない？やつがもう来てんの、まさかこれって。これは間違いない。これは俺の乗ってきたタイムマシンそのものだ。でも俺が乗ってきたタイムマシンはカプセルに戻して自分で持ってますよ。やっぱりこれタイムマシンなんだ。でも一体どういうことかしら。そのタイムマシンがある場所は分かりますか？詳しくは分からないけど、西の1050地区のどこかだと思うわ。行くの？はい、この目で見てみたいんです。じゃあ私も行くわ。現地で会いましょう。僕も一緒に探しますよ。行っていいですか？もちろん。どうもありがとうございます。ご飯ちゃん大丈夫ですよ。お母さん、危険なところへ行くわけじゃありませんから。どっちも礼儀正しくて感動してるわ今俺。因果だな、ご飯と一緒に。トランクスさん。はい。そのトランクスさんのいた未来の世界はそんなひどい目に遭ってるんですか？はい。世界の人口はたったの数万人にまで減ってしまいました。そんなに。さあワールドマップから行こうか。で、おじいちゃんがうんたらかんたら。あ、ここか。あ、西の？めっちゃ近いじゃん。カメハウスで心臓病の治療を受ける悟空。一方トランクスたちはブルマからタイムラシンらしきものを発見したと聞き、その現場へ向かうのだった。人造人間たちに破壊させはしない。カプセルコーポレーション、さあ向かっていこうぞ。全く破壊されてない。不思議な気分だ。未来ではこうはいかないんだもんな。あの17号と18号にとんでもないことされてんだもんな。さあどうなってんだろうか。田舎の人に送られてきた写真、多分見覚えのある、見覚えのある見覚えのあるタイムマシンなんだろうなと思っちゃうけど。本当にタイムマシンだ。うわー、この開き方な。もうまさしくじゃんか。あ、ブルマさん来たわね、二人とも。これが例のタイムマシンですね。ええ、そうなの。じゃあ俺のタイムマシンを出してみます。
な、一緒だな。てか、よく見るタイムマシンだ、これ。見てください。これが俺が乗ってきたタイムマシンです。よくこれで逃げるからね。確かに、二つとも同じもののようですね。でも、こっちのはここに来て随分時間が経ってるみたいだけど。この穴、高熱で中から溶かして開けたような。なんか玉みたいなんが。中を調べてみます。なんだこのなんかドリアみたいな。これは。あ、何これ。わかりません。こんなんから生まれたのか。ですが、このタイムマシンの中に。これ何かの卵よね。一体何が？おかしいのはこの卵だけじゃないんです。え？中のパネルを調べてみたら、このタイムマシンがいつの時代から来たのか分かったんですが。何よ。当然あんたと同じ時代だったんでしょ？それが俺のいた時代の3年後の未来から来ていたんです。3年後。そしてこの時代にやってきたのは今から約4年前と記録されていました。この前俺が来た時より1年も前にこいつは来ていた。一体何が、何のためにやってきたんだ。俺の時代とこの時代の人造人間が違っていたのは俺がこっちに来てしまったからだと。なんかこういうのあると本当に怖いよね。なんていうの、なんか こういう感じさ、知らない間に何かが動いてるみたいな。だから歴史が随分変わってしまったんだと思っていました。でも、もしかすると変わってしまったのはこいつのせいだったのでは。なんだろう、あれ。どうしたの？いえ、あれは何かなと思って。何？何よこれ。これもう出ちゃってるね。抜け殻ですよ、これ。ひえ、抜け殻。こんな大きなセミみたいなのが。多分こいつがタイムマシンに残っていた卵の中身。ええ、それが成長して抜け殻から出た。しかし、どうやってこの時代へ誰かが卵を送り込んだのか、何者かが卵と一緒に来たのか。ねえ、正直言って嫌な予感する？はい。こんなでかいんだね、幼虫って。幼虫ってか、幼体というか。だったら、早くこの場から消えた方が良さそうね。あんたたちはカメハウスにいるんだったわね。何かあったら連絡するから。わかりました。一体何がどうなっているんだ。わからない。さっぱりわからない。うわー、嫌な記憶だわ。25、もうあいつとは戦いたくない。てかもういないんだった。安心。お経験値スーパーひらめきパン、レベルアップ。ご飯たちが発見した謎の抜け殻、それを神は神殿から驚愕して見つめていた。これはピッコロの話になっちゃうのかな。神の恐れた通り、抜け殻のあった場所の近くの町では恐怖の兆しが起こり始めていたことをニュースが伝える。調査のためトランクスとクリリンは町へ向かい、待ち受ける災いを避けるため、神は己の運命を受け入れ覚悟を決めるのであった。私が神を捨て
戦士として役に立たねばならぬ日がやってきそうだ。今の地球に必要なのは神ではない強者なのだ。同じ頃、人造人間との戦いの後別行動をとっていたピッコロもまた覚悟を胸に神の神殿に到着しつつあった。未来からの刺客、その名は人造人間セル。言っちゃうの？まさかあの場所へ行く時が来るとはな。言っちゃうのみたいなとこあるの、マジで。もうどないどないどないしてくれんのみたいなとこあるね。俺がその名前を言わなかったのに、やつが来たとかぼかしながら。まあでも、もしかして漫画のタイトルとかサブタイではそういう風になってんのかもしんないね。先に言うっていう。はい、ということで、まあ今回ここまでにしよっか。とにかく17号、18号、16号が目覚めまして、まあとにかくとんでもない強さだったと。でもね、セルはそれを上行くからね、あの携帯で。それがほんと凄まじい話でね。まあ、覚えられるのは覚えておこうか。超連続機構派。人造人間相手には効かないという話も、多分19号と20号だけの話だと思うんで、まあもう全然これ覚えてもいいんだと思うんだけどね。超魔漢光殺法、これは絶対に覚えてえな。修行できねえかな、神殿で。できないか。まあ、これだけしかないわ。はい、ということで今回はね、ここまでにしたいなと、いうふうに思います。はい。ちゃんとこのあれか、マフラーとこうターバーみたいな。ちゃんとあれ置いてきたの取ってきたんだな。まあでもピッコラ瞬時にこれ着替えられるから、また新しいやつか。はい。ということでチャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。